皆さん、こんにちは。E ーパートシャーラーへようこそ。私は、筑波大学の今井です。専門は、日本語教育学です。本日は、ペーパー02、日本語学、モジュール12、ボイスについてお話をします。それでは、えーと、パワーポイントを見てください。 とここの絵を見てください男の子が2人いて何やら喧嘩をしているようです。えー、この男の子はケンくんとマサミくんです。でケンくんがマサミくんを殴ったというような場面になります、えー。今日はそういうことの表現の仕方について学んでいきます。えー、今日のトピックはボイスです。 先ほどの絵ですが、剣がまさみを殴ったという事実があります。この A の文、剣がまさみを殴ったは、能動文と呼ばれます。その次 B ですが、まさみが剣に殴られた。まさが剣に殴られた。これは受動文、あるいは受け身の文と言います。 そして C には愛が剣に正美を殴らせた。先ほどの絵の中には出てきませんでしたが愛という人がこの C の文では登場しています。この文は私益の文と呼ばれます。今日はこの能動受動私益、あるいは能動文、受け身文、私益文と呼ばれるものについて見ていきます。 これらはボイスと呼ばれています。本日の内容はまず初めにボイスについてその概略をお話ししたいと思います。続きましてボイスの代表である受け身について詳しく説明をしていきます。受け身の中には直接受け身、関節受け身、持ち主の受け身、それから えー、そうですね。その三つがありますが、それから、受け身とその被害性についても説明をしていきたいと思います。えー、その次、死、え、役、ー、について説明をいたします。それでは、えー、これを見てください。A、県がまさみを殴った。濃度文です。B、ま美が県に殴られた。えー、受け身分です。 C スーがケンににを殴らせた文になりますこの青のところは「剣、えー、が」これは、えー、動作をする人です。動作主体あるいは動作主というように呼ばれます。それからマサミ「正美」はこの場合はかわいそうなことにマサミは殴られるわけですが、えー、その殴られる方が黄色い。 でえー、印をつけてありますそれから C のところには、えー、紫色の色がついてますがこれはえっ、ー、とケンとマサミの、えー、間に入るわけではなくてスーという人がどっからか来てですね、えー、ケンという人にまけ、あ、しかけて、えー、マサミを殴らせるということです。 ですから本当は間に入って喧嘩をやめさせてくれればいいのですが、この数という人はここでは喧嘩をさせる方になっています。えー、こういうような死液文がありますで。もう一度 A と B と C を見てもらうと、B のところは赤くレというのがあります。それから C のところには赤くセというのがあります。このレ、 は受け身を作る時に使われますそれから、せというのは刺激を作る時に使われます。えっ、ー、と、この作り方については後でもう少し詳しくもう一度お話しします。それからですね、他にも変わっているところがありますが、例えば、A のところで、剣がになっていますが、B になると、剣にになっています。つまり、が、 が2に変わっていますこの助詞が変わっているというところに気をつけてください。これは助詞が変わっているとも言えますし、書英語で言うとケースと言いますが、それが変わっているというふうにも言われます。A と B の正さを見てください。A ではまさみを、お書くが使われていますが、B になると正さみかになります。 ここもケースが変わっている。あるいは助詞が変わっている。ということです。さて、動作主体は先ほど言いましたが、剣が、それから B の剣に、それから C の剣に、これらが動作主体です。それから動作主体と似たような言葉に主語というのがありますが、主語についてみると、A は剣がが主語です。 それから B はまさみがが主語になっています。そして、死役文の場合は、後から出てきたすがが主語になります。主語というのと主体、あるいは動作主体というのは意味が違いますので、間違わないようにしてください。次、えー、A が、剣がまさみを殴って 先ほど見たのと同じです、えー、それから B 正美が県に殴られたこれも先ほど見ましたそれから C 数が県に正美を殴らせたここまでは先ほど見ましたがさらに D を見てください、A、D ではケンがスーに正美を殴らせらせれた、えー、これはですね私益とそれから受け身が両方一緒になった形です 私益受け身と言われますさてだいぶややこしくなってきましたが、えー、一つ質問してみましょうえっと主語はですね先ほど言いましたが一番文の前に来ているものですから、えー、それを見ていただくと「県がが主語になるということがわかります。 さて、それでは、主語と同じようあ、似たような言葉ですが、違う意味と言いました。動作主体ですね。えー、主動作主体は誰でしょう。つまり、殴ったのは誰でしょう。ということですが、これは剣がですね。剣、え、が、ー、は主語でもありますし、動作主体でもあります。では、 ケンがマサミを殴ったんですが、それをさせたのは誰でしょうかそうですね。ですから、ここは実は C と D は意味は同じです。というか、もっと元を正せばですね、ケンがマサミを殴ったという一番最初に見てもらった絵。あれはみんな同じなわけですね。みんな同じことを A の能動で言ったり、 p の受動で行ったり、それからあの絵にはなかったですが、数というのを登場させて、刺激にしたりで、それをさらに難しくして、刺激受け身にしたりということです。ですから、これ全部、剣が正美を殴ったということは同じなんですが、その表現の仕方がいろいろと異なるということになっています。さて、刺激受け身があるんであれば、受け身刺激はどうかということですが、 一番下の方を見ていただくと×印がついています。「すうが正美を剣に殴られさせた」えー、言えそうな気もしますが日本語の場合はこういう言い方はしません。「私益受け身」はありますが受け身私益というのは日本語にはないということです。えー、続きまして受け身の形ですが。 えー、動詞には3つのグループがあるということを覚えていますでしょうか。えー、グループ1、グループ2、グループ3。まあ、これを5段動詞、1段動詞、引速動詞と呼ぶこともあります、えー。このうちグループ1の動詞、これは腕を割る動詞なんですが、それの場合は、あれをつけて受け身の形を作ります。 殴るでしたら殴られるになります。書くでしたら書か,かれるになります。グループ2の場合は、られをつけて受け目の形を作ります。見るでしたら見られる。食べるでしたら食べられるになります。グループ3、不規則の場合は、 これは規則を覚えてもどうしようもありませんので、まあ、ここに書いてありますが、するの場合はされる、えー、来るの場合は来られるというふうにして、受け身の形を作っていきます。えー、続きまして、刺激の形です、えー。刺激の形の場合も、やはりグループ1、グループ2、グループ3、3つに分けて考えていきましょう。えー、グループ1の場合は、汗、 ともう一つ、らの最初の部分ですね。あせと R になりますが、それをつけることになります。例えば、殴るは、殴らせるになります。それから、書くの場合は、書か,かせるになります。グループ2では、させをつけます。見るは、見させる。食べる。 は、食べさせる、になります。グループ3、引きそき同士の場合は、するは、させる、来るは、来させる、になります。さて、その次は、この2つを一緒にした、刺激受け身の形の作り方です。えグループ1は、あせられ、または、あされですね。 AS と ARE ですから、あされになりますね。これをつけます。長い形の場合と短い形の場合の2種類があります。殴るでしたら、殴らせられるになります。短い形だと、殴らされるになります。えー、書く。長い形ですと、 欠か,かせられる。短い形ですと、欠か,かされるになります。とても言いにくいですね。えー、私たちも、えー、普段話しているときには、えー、もう少しスラスラ言えるのですが、えー、こういうふうに、えー、ローマ字に直すとなかなか言いづらいものです。えー、この規則を、まあ、覚えて、 何回も練習をするとだんだん言えるようになると思います。グループ2の場合は、させ、られをつける。こちらの方は綺麗ですね。させで刺激、られで受け身ということですから、こちらの方は綺麗なルールになっていると思います。見るの場合は見させられる。食べるの場合は食べさせられるになります。 グループ3、えー、するはさせられる、来るはこうさせられるになります、えー。続きまして、語彙的なボイスについてお話をします。えー、いわゆるやりもらい同士です。A、ユウがはるかにプレゼントをあげた。B、はるかがユウにプレゼントをもらった。 えー、ここで動作種は誰でしょうやはりここもですね、青で書いてます、u が、a の u がですね、それから b の u に、えー、こちらが動作種になります。えっ、ー、と、a の主語は u がですね、えー、b の主語ははるかがになります、えー。主語と動作種。 また間違わないようにしてください。このようにですね動作種が同じしかしながら主語が変わっていくそれからガが,が2に変わってますね A の U ガが,が B の U になってますそれから A のはるか2が B でははるかガになってますこのように助詞が変わるあるいはケースが変わる角が変わると言ってもいいでしょう。 これはやはりボイスの特徴ですね。なので、これもボイスの一種とも考えられますが、今まで見てきたボイスと若干違いがあります。それはですね、先ほども見ましたが、受け身の形を作るとき、あるいは刺激の形を作るとき、何かをつけると。元の動詞同士何かをつけて、受け身や刺激の形を作るということを見ましたが、 この例の場合はそうなっていません。あげる、もらう。あげもらい。あげる、もらいですね。えー、別々の動詞ですね。違う動詞をつく、えー、使っているということです。なので、ボイスはボイスなんですが、違う動詞を使っている。つまり語彙ですね。語彙を変えることによって、ボイスの、えー、特徴を出しているということですので、先ほど見たのとはちょっと違う。 でこちらの方は語彙を使った語彙的なボイスというふうに呼びます。で先ほど見たものはもう少しルールで、えー、ボイスを作っていきます。そちらの方はまあ統合的なボイスあるいは文法的なボイスと呼ばれています、えー。もう一つ語彙的なボイスの例を見てみましょう。えー、いわゆる自動詞と多動詞です。 A. パンダさんが鉛筆を立てた。B. 鉛筆が立った、えー。A の鉛筆をが B で鉛筆がになっています。えー、主語は A はパンダさんがで B は鉛筆がです。というふうに主語が、えー、違うと。とそれから角あるいは助詞が違うと。と、えー、これもやはり、えー、とボイスの特徴だろうと思われます。 しかしながら、えー、ここは、えー、自動詞、多動詞、立てる、あや立つというもので、えー、そのボイス的な特徴が出てきていますので、これもやはり語彙的なボイスというふうに考えられます。えー、こちらの例を見てください。これも自動詞と多動詞の話ですが、A パンダさんが鉛筆を立てた。B、鉛筆が立った。先ほど見ました。例ですで。C、ラビさんが椅子を壊した。D、椅子が壊れた、えー。こちらの方はですね、えー、D のところに、例のところに赤く、えー、しましたが、少しですね、えー、前に見た文法的あるいは統合的ボイスに似ていて、なんか R の音がですね、関係しているような感じがします。 でもう少し例を見てみますと、えー、こういうふうになりますね。えー、自動詞と多動詞のペアをいくつか挙げてみました。でこの赤いところがですねここがちょっと,、えー、と左と右で違うところという印です。 え、上がるの場合、あを使って、上げるの場合、えを使うということなので、あとえのところを赤くしています。それと同じように、開く、開ける、割れる、割る、濡れる、濡らす、壊れる、壊す、起きる、起こす。こういうふうにですね、自動詞と多動詞がどういうふうに違うのかというところを赤く印をつけていってみました。するとどうでしょうかね。 なんとなくですが、左側の自動詞の方には R の音が目立ちます、えー。右側の方には S の音が多いようです。しかしながら、その規則は完全ではありません。例えば、えー、開く、開けるですと、他動詞の方に R が現れています。それから、一番上の例の、上がる、上げるですと、 どちらも R も S も関係ありませんね。というように、まあ、傾向としては自動詞の場合は R、それから他動詞の場合は S が現れるという傾向はあるのですが、それはきれいな、えー、規則にはなっていません。ですので、これを統合的あるいは文法的なボイスと呼ぶのはちょっと無理があります。えー、ですので、やはりこれも、えー、語彙的なボイス、 というふうに、まあ、読んでおけばいいと思いますが、少しだけルール性がありますので、まあ、厳密に言えば、まあ、統合的ボイスと合意的なボイスの間くらいに入るのかな、というふうに考えられます。続いて、可能文を見ていきましょう。A、ラマさんが英語を話す。B、ラマさんは英語が話せる。あるいは、 ララママささんんは英英語語を話話せせるる C ががことを知っていますかこの話せるというのは可能を表します何やできるという意味ですこの場合もやはりボイスの特徴が表れています A の「ラマさんが」がありますが B で「ラマさんは」になっています で、それをですね、C にするとまたラマさんがが出てきます。ですから、ここ主語は変わっていませんね。全部ラマさんです、えー。しかしですね、英語をのところを見てください。A だと英語を、それが B は英語が。ただ、この場合は英語をも言えます。それから C だと英語がです。ですので、ここは、えー、助詞が変わっています。ケ、えースが変わっていると。 いうことになります、えー、それから動詞の形がですね、えー、少し変わっていると,話すが話せるというふうになっていますですので、まあ、動詞が変わる形が変わるというのとそれから助詞が変わるというのはボイスの特徴でしょうただ主語は変わっていませんですので今まで見てきた一番最初に見た受け身や刺激ほど、えー、強いボイスの性格は持っていない えー、弱いボイスの性格を持っていると言えるでしょう。えー、次は自発文と言われるものですが、この自は自分、発は、まあ、発動するということですが、まあ、自ら発動する、まあ、自然にそうなりますというような意味の文を自発文と言います。A、私は昔を思い出す。B、昔が思い出される。 カッコして私にと書いてありますが、まあ、実はこの私にというのはまあ普通は言いません。えー、普通は昔が思い出されるということです。この思い出されるのところが、えー、とレルがついてますので、受け身と同じ形になっています。そして意味はこの場合は自然に思い出すという意味になります。えー、C、真はその問題を簡単だと思った。D、 その問題が真には簡単だと思われた。この思われたのところ、これもやはり受け身と同じ形になっています。ということで、動詞の形はこれ受け身と同じです。それから、えっ、ー、と、A の昔をが B の昔がになってますね。えー、お角が画角に変わっている。それから、えー、そうですね、その主語の位置に立ってますね。 えー、昔が主語の位置に立っています。まあ、このようにですね、各、えー、あるいは助詞が変わる、えー、主語が変わる、それから動詞の形が変わるということですから、これは、えー、ボイスの特徴を持っているということになります、えー。C と D も同じようにボイスの特徴を持っています。ですので、自発文もこれもやっぱりボイスでしょう。それから、 受け身と同じ形を使うわけですから、統合的、あるいは文法的ボイスと言っていいでしょう。しかし、この自発文は受け身文とは違ってですね、非常に限られた語にしか使える、使うことはできません。ですので、生産性が低いと言いますが、ボイスであるならば、本当は生産性が高い、いろんな動詞に使えるというのが本当であるはずなのですが、自発文の場合はそういうふうになっていません。 ですから形だけ見るとボイスなんですがその性格から見るとあんまり生産性がないのでそういう意味では典型的なボイスというわけにはいかないと思われます以上のようにですね一番まあ典型的なボイスと呼ばれるにふさわしいのは受け身分と刺役分ですではその受け身分と刺役分について詳しく見ていくことにしましょう 受け身分あ、あるいは受動体ですね。えー、これにはいろんいろな種類があるわけですが、まず直接受け身というものを見ていきましょう。A. 男の子が女の子を殴った。P 女の子が男の子に殴られた。A. 男が女に触ったあ。C ですね。男が女に触った。それから D. 女が男に触られた。 男の子がの A が B で男の子になっています。それから A の女の子 O が B の女の子がになっています。今までも説明したのでわかると思いますが、助詞が変わる、ケースが変わる、それから主語が変わるということですね。この青と黄色のところを見ていただくと、ちょうど綺麗にですね、変わっているのがわかると思います。 直接受け身ですね。で、もう少し、えー、色がついたのがこちらですが、参考同士の受け身というものですが、えー、A、T さんが S さんにプレゼントを送った。ここで3つの項が出てきますが、えー、T さん、S さん、プレゼントという3つの項が出ています。 B になりますと、それが S さんが T さんに、あるいは T さんからプレゼントを送られた。C はプレゼントが T さんからはいいですが、T さんには言えません。プレゼントが T さんから S さんに送られた。というふうにですね、A の S さんにとプレゼント O のこの2つのどちらかを主語にして、 受け身を作るということで、B の場合は S32 が主語になってますし、えー、主語になって、まあ、S3 がに変わってますし、えー、C の場合はプレゼント O が変わってプレゼントがになって主語になっています。このようにですね、プレゼントを贈られる人、それからプレゼントそのものを主語にすることによって、まあ、2つの異なる受け身を作ることができるということです。 でちょっと気をつけてもらいたいのは、えー、×印の2ですね。C のプレゼントが T さんからはいいんですが、えー、プレゼントが T さんには言えないということですが、これはどうしてかというと、例えば2で言ってみるとこうなります。プレゼントが T さんに S さんに送られた。この T さんに S さんにですね、えー、誰が誰にというのがよくわからなくなります。両方2、2ですからね。 え、意味がわからなくなるので、そういう言い方はしないということになります。えっ、ー、と、今まで動作書というのが何回か出てきていましたが、この ABC を見てください。え、A、この建物は江戸時代に建てられました。こ江戸時代には2がついていますが、これは動作書ではありませんね。え、B、田中さんは殴られて怪我をした。え、田中さんは殴られたのですから、 誰かが殴ったわけですが、殴った人が誰かはわかりません。C、入り口で整理券が配られた。誰かが配っているんでしょうが、誰が配ったのかはわかりません。つまり、この A、B、C は、どこにも動作種がありません。えー、っと、A は、これはですね、動作種は多分わからないですね。えー、まあ、昔のことですから、誰が建てたかわかりません。まあ、建物は残っているので、 えそれはそこにあってみんなはかるわけですがそれは誰が立てたのかはわからないそれから B と C はですね、えー、動作種が誰かということにはあまり関心がない分ですね、えー、このようにですね動作種がわからないあるいは動作種が誰かにあまり関心がない場合は動作種が現れないということがよくあります、えー、続きまして関節受け身です A 子供が泣いた B タタさんは子供に泣かれた、A、直接け身の場合は A が B をというのがその B をのところが前に来て、A、B が A にとなってましたがそっちちょっと違いますの、ね、でこれね子供が泣いたこれ一人で泣いてるわけですねでそこにタタさんは出てきますタタさんは後が出てくるわけですね で、この罰重視のようにはなっていませんね。子供がタタさんを泣いた、あるいは子供がタタさんに泣いた、というような文は言えません。そういうことではなくて、子供が泣いたというのは一人で泣いているわけですが、そこにタタさんが登場して、タタさんは子供に泣かれたと。ちょっと困った状況なんでしょう。子供が泣いてタタさんはちょっと困っているという感じがします。C、雨が降った。ですね。で、D、 アリさんは雨に降られてずぶ濡れになったでこれもですね同じように雨がアリさんに降ったあるいは雨がアリさんを降ったということは言えません雨が降ったというのは雨が勝手に降ってるわけですから、えー、そこにです、ね、相手はいないわけですしかしながら D ではアリさんはが出てきて、まあ、アリさんは困ったことにですねずぶ濡れになってしまったということです こういうようにですね、受け身を作ることができます。ちょっとこれは変わった受け身ですね。もともとは自動詞なので、相手がいないんですが、それでも受け身を作ることができる。これは自動詞の関節受け身の例です。はい。では続いて、他動詞の関節受け身について見ていきましょう。A。新教授が論文を発表した。B。私は新教授に論文を発表された。 A には私はありませんね。B になると私が出てきます。このように A にないものが B に出てきています。これもやはり間接受け身と呼ばれます。×印の文を見てください。新教授が私を、あるいは新教授が私に論文を発表した。もしこういう文が言えるのであれば、この場合も、えー 直接受け身ということになるでしょうが、日本語ではこれは言えません、えー。ですので、A から B が作られたと考えると、A にはなかったものが B に加わっていますので、これは間接受け身と考えられます。えー、それでは次は持ち主の受け身、えー。持ち主は所有ですので、所有受け身とも呼ばれます。A 先生がリーさんの論文を褒めた。B、リーさんが先生に論文を褒められた。A、ここでの特徴は A のリーさんの、まあのがついています、A。これが所有あるいは持ち主と呼ばれる部分ですが、これが B になるとリーさんがになって主語になります。 このように持ち主の部分が集合になってできる受け身を持ち主の受け身、あるいは所有受け身と言います。もしこれがその CF のところのような形でしたら D さんの論文が先生に褒められた。これはどういう受け身でしょうか。この場合は A の D さんの論文をのところが一つの塊になって それがリーさんの論文がというふうに主語になってますからこれは普通の直接受け身です、A。B のところが持ち主の受け身です。A、C、隣の人が私の足を踏んだ、A。D、私は隣の人に足を踏まれた。これも緑で表している私の持ち主ですね。あれは所有ですね。 ここが D の主語になっています。E、先生が私の子供を呼び出した。F、私は先生に子供を呼び出された。これも緑で表した私ののところが F では私は主語になっています。このようにですね、ののところが主語になって受け身を作ると。それが持ち主の受け身。 いは所有のの受け身というものです、えー。続いては受け身と被害性について考えていきますがまず直接受け身の例を見てください。ネルーさんは先生に叱られた。これは悪いことですね。ネガティブなことですね。B、ネルーさんは先生に褒められた。これはいいこと。ポジティブなことですね。C、ネルーさんは先生に呼ばれた。 まあこれはいいことかもしれませんし悪いことかもしれません、まあ、どちらでもないでしょうこのようにですね直接受け身の場合はいいことの場合も悪いことの場合も、まあ、それから良くも悪くもないというようなことに使われますので特に直接受け身と被害性の関係はあるとは言えませんではこちら 持ち主受け身の場合を見てみましょう A. 私は先生に論文を批判された。これはまあ悪いことでしょうね、A。私は先生に論文を褒められた。これはいいことでしょう。C. 私は先生に論文を直された。うん、これはいい場合もありますし、悪い場合もあるかもしれません。まあ、あんまり良くない論文を書いたので、直された。それで自分はちょっと残念に思った。ということであれば悪いことでしょうが、 ここれはいいいととの場合もあると思います CF で書きましたその文を見てください。私は先生に論文を直してもらった。これは恩恵と書きましたがこの場合はいいことですね。えー、そういうことですから C の場合ももしかしたらいいことかもしれません。ただ C の場合いいことか悪いことがよくわからないのでそれがいいことであるということをはっきりと示すときにはこのように直してもらったとすると間違いなく。 これはいいことであるという意味が伝わると思います。ABC を見てみますとまあいいこともあり悪いこともありということなのでこれは直接受け身の場合と同じですね、えー、必ずいいこととか悪いことには決まってこないとつまり持ち主の受け身の場合も被害性とは直接の関係はないということになります。ではこちらを見てください。 こちらは関節受け身の例です。A。昨日の夜、隣の部屋の人にうるさくされた。まあ、うるさくするわけですから、まあ、これは悪いことでしょう。A、次、B。友達に先に帰られた。友達が先に帰るのは、まあいいことか悪いことかわかりませんね。まあ、ニュートラルだと思います。しかしながら、友達に先に帰られた。 という関節受け身の場合は、これは必ず悪い意味が出てきます。A、C、同期に昇進されたの動詞、昇進するというのは普通はいいことです。給料も上がって嬉しいことです。しかし、ここの昇進されたというのは関節受け身です。昇進するのように、 普通はいいことでも関節受け身になると悪い意味に変わります。ですから関節受け身の場合は、まあ、いずれの場合も悪い意味になるということです、えー。関節受け身イコール迷惑の受け身と呼ばれることもありますがとにかく関節受け身の場合は悪い意味になってしまうということです。で直接受け身の場合はそういうことがありませんでした。 そそして持ち主のの受け身の場合もうういうことがありませんで,したですのでその関係から見ると持ち主の受け身というのは直接受け身に近いということになりますあるいはもっと言ってしまえば直接受け身の一種であるというふうに言ってもいいでしょうそれではもう一つ、えー、ボイスのまあ典型としてお話しした刺激ですねこれについて見ていきましょう 死役、えー、ということは何々をさせるという意味なのですが、まあ、その死役の意味にもいくつかがありますまずは、まあ、最も死役らしい死役と言えるでしょう強制の意味、えー、これを見ていきましょう弟が泣いた B 弟太郎は弟を泣かせた、えー、泣かせたのところがまあ強制の意味になってますね まあ、これは、なんか意地悪をしたんでしょうかね。意地悪をして、ま弟を泣かせたということになります。えー、それから C、子供が人参を食べた。D、母親が子供に人参を食べさせた。まあ、これは子供は人参は嫌いなんでしょうね。えー、嫌いな人参を母親が、まあ、健康にいいから食べなさい。まあ、そういうふうにして、まあ、教育をして、え、強制的に食べさせているということになると思います。 このようにですね、私益の意味として、まあ最も典型的なものは強制です。で、ここでちょっと気をつけていただきたいのは B のところにクエスチョンマークで2というのがありますが、この場合2はちょっと変ですということですね。え強制の意味の場合、やはりこの O が普通は使われますよということです。えー、D のところはまあ、おが今度は×になっています。 今、えー、強制の場合は、おが使われますと言いましたが、これは自動詞の場合です。泣くという自動詞の場合、えー、それを詞液体にすると、強制の意味の場合はにではなくておで表されるということになりますが、他動詞の場合、それをやってしまいますとどうなるかというと、母親が子供を人参を食べさせたと。おが2回出てきます。 えー、日本語の場合はこういうのを大変嫌います。「お」が2回出てくるのはダメということになっていますので本当は「お」を使いたいんですが、まあ、日本語のルールとして「お」を2回使うことはできないというのがありますのでここは母親が子供に人参を食べさせたになります。まあ、そういうルールがあるからになるわけでして先ほどの児童子の場合とは事情が違います。「2」があるからといって競争の意味ではないとか、ね、そういうことではないです。 え続きまして、えー、放置責任と書きましたが、えー、A、野菜が腐った。B、私は野菜にはダメで野菜を腐らせてしまった。まあ、これはそのままにしてしまったと。まあ、冷蔵庫かなんかに入れておけばよかったんでしょうが、それを忘れて外に置いてしまった。その結果腐ってしまったと。まあ、自分が野菜を放置したためにそうなってしまったということです。えー、ここではですね、やっぱり2はおかしい。 えー、のオを使ってくださいってことです。ここ、実はにを使うとどう,うどういうふうになるかというと、野菜になんか石があると。野菜がそう腐りたいから腐りました。みたいな変な意味になってしまいますので、ここはオを使います。えー、続いて C、子供が怪我をした。D、母親、子供に怪我をさせてしまった。えー、ここもですね、バツになっています。オがバツになっているのは先ほどと同じ理由です。 オが2回出てくるのはダメなので2を使うということです。ですから B と D を比べると2とオの使い方がここも逆になっていますが B の方は意味的に2は変だということです。2を使うとそういう異思性、野菜に意思があるかのごとくになってしまうのでダメ。D の場合は文法的にオが2回出てくるのがダメということで2を使いましょうということです。 で、この D の意味、ちょっと意味はですね、どういうことかという説明をしておきたいと思いますが、これは強制ではないんですね。強制的に子供を転ばせたとか、そういうことではないんですね。これは子供がまあ遊んでて、で、母親がそれをまあ注意してなかったということになります。だから強制的に怪我をさせたということではなくて、怪我をしないようにする責任があったにもかかわらず、 うっかりしていて、怪我をすることになってしまったと、自分の責任を感じているという文になります。はい、それでは、えー、もう一つ、えー、刺激の意味について見ていきます。えー、今度は、許可、あるいは放任と言われるものですが、A、子供が公園で遊んだ。B、母親が子供に公園で遊ばせた。あるいは、 母親が子供を公園で遊ばせた。この場合にあるいはをまあ、両方使います。私の感覚では、えっ、ー、とにを使うと子供の意思を尊重している。つまり子供が遊びたいからまあ、それを許可しているという感じが強いです。それからをにするとですね、その許可の意味が少し薄れて、なんか、えー、少し強制的に遊ばせているような感じがします。 例えばどういう状況かというと、まあ、子どもに遊ばせているというと私のイメージとしては母親が子どもをこう見守っているとでそこで子どもが遊んでいるとで子どもが遊びたいからそれを許可しているというような感じがしますし子どもを遊ばせただとするとなんか母親がですね他のお母さんたちとまあ話をしたいということでちょっとあなたはあっちで遊んでてよというような形で公園で遊ばしている。 ようなイメージが私はしますがこれはですねあの他の日本人に聞いてみるといやそんな違いは全く感じられないという人もまあ、多くいるにはいます、えー、この辺の違いは微妙かなと思われます、えー、次 C は子供がケーキを食べた D 母親が子供にケーキを食べさせたで母親が子供をケーキを食べさせたは言えません もうこれはもう皆さんお分かりだと思いますが、えー「お」おが2回出てくるのは日本はダメということなのでここは「に」を使うしかないです。で一般的に子どもはケーキを好きだと思われますのでもうここはケーキが食べたいといった今後もそれにまあ許可を与えているというような意味になると思われます。以上で、えー、今日の講義は終わりです。 えー、ままととめをしていいきたいと思います、えー、本日はボイスについてお話をしました、えー、ボイスのまあ概略をお話しした後受け身刺役、そして刺役受け身の形の作り方について説明をしましたそれから統合的なボイスと呼ばれる、まあ、いわゆる受け身と刺激と それれ以外のの的なボイスと呼ばれるものについて見て見きました中でも自動詞・多動詞については、まあ、これは非常に中間的、えー、R とか S がま関係しているようにも思えますし必ずしもそうでもないかもしれないということで、まあ、中間的なボイスであろうと統合的・合意的の中間にあるんだろうということをお話ししました。 それが可能分、自発分。これもまあ、ボイスの一種です。ということですが、まあ、こちらの方は、受け身、あるいは刺激と比べると、まあ、いろいろ制限があるというようなお話をしました。続きまして、受け身について、直接受け身、間接受け身、落ちにしの受け身の3つに分けて説明をしました。続いて、受け身と被害性ということに関しては、間接受け身の場合は必ず被害が の意味が出てくるとといいうことを言いました、えー、間接受け身は迷惑の受け身とと呼ばれることもあります、えー、それに対しては直接受け身それから持ち主の受け身の場合は、まあ、その語の意味文脈の意味によってですねいい意味にも悪い意味にもなるということをお話ししました、えー、最後に「刺激」についてお話ししましたが特に「に」「書く」と「お書く」それからそれが表す意味 それから文法的な制約によるつまり「お」が2回出てくるのはいけないという制約による二角を取る場合などについてお話ししました。まあ、以上のように今日はボイスについてお話ししましたが、まあ、冒頭でもお話しした通りある一つの事実出来事をですねどういうふうに言い表すかというのがボイスです。事実そのものは変わらないわけですが、まあ、その主語を変えてみたり 視点を変えてみたりですねすることによっていろいろな言い表し方をするということです。まあ、どうしてそういう言い表し方をするのかということですが、まあ、世界はまあ一つですがそれを人間が見るときにいろんな見方をするということでしょうね。いろんな見方というのはそれぞれの立場によって、まあ、それがどのように見えるかということを言葉に表して伝えると。その手段としてボイス というものが発達してきたと思われますこれで本日の講義を終わります